伊吹真一は、京都府京都市生まれの指揮者、音楽監督、音楽教育者、オーケストラ、合唱、吹奏楽を指揮することが多い中で、ハイドンのミサ曲の演奏に力を入れた。アメリカ、ハワイ、中国、カナダ、オーストリア、ウィーン、ドイツなど、海外公演をこなし、国際的な活躍も見せた。京都府京都市西本願寺前の年授や、 伊吹新八商店八代目として生まれる。立命館大学専門部法制科卒業後、同大学法学部へ進学。在学中に、立命館大学メンネルコール、立命館大学根性合唱団、メディックス、立命館大学公共学団を創部。京都市役所障害課に依頼され、マシューリジウェイ第八軍司令長官宅で、クリスマスキャロルを演奏する。 大学卒業後、社会科教諭になるも、音楽の志を捨てがたく、京都市立音楽短期大学の音楽教諭、副校長を経て、京都市立芸術大学、大阪芸術大学、奈良教育大学大学院などの講師を歴任。その他に、京都市公共楽団、京都市民還元楽団名誉指揮者、京都楽友合唱団名誉指揮者、 京都大学音楽研究会ハイマート合唱団、常任指揮者、宇治市民混声合唱団常任指揮者、第四十三回国民体育大会音楽監督、京都市民オーケストラ名誉指揮者、京都市芸術文化協会評議員、京都市音楽芸術振興財団評議員、京都市下京区文化談話会会長、京都音楽文化協議会理事、京都会館のこけら落とし公園の合唱指揮者、 NHK 全国学校音楽コンクールの審査員などを歴任した。社歌、校歌、下行句の歌など作曲も行った。ありがとうございます。